のでちょっとわからないんですけれども、ドリームの小原さん、千葉大学の小田原さんが上位で準決勝を通過していたそうです。このフィールドの方に姿を見せることになっていました。オレンジのシャツにパープルのパンツ、2027番はドリームの川原。